香港の初めのイベントなんですけど、まあ、どう思いますか、感想とか。今回ここに来させていただいてですか。あ、考えました。あ、そうですね、あの今回あの初めてそれこそあの香港のタムジャイサムゴーさんに来させていただいたんですけど、やっぱり店内もめちゃめちゃ広いですし、日本の時にあのタムジャイサムゴーさん行かせていただいた時って、それこそ女性の方々がすごいたくさんいらっしゃったイメージなんですよね。なのでなんかこうまたプライベートで遊びに来た時にどんな方々が来られているのかなっていうのは、すごくなんかこうあの見に行きたいなって思いました。我照譯先啦。咁佢第一次嚟香港啦，咁就嚟到呢個淡仔三哥嘅 event 啦。咁其實佢就覺得呢個店鋪好大啊，對比日本。咁佢就話佢去日本嘅時候咧，咁佢都係去淡仔嘅。咁佢發覺咧，日本嘅淡仔咧係好多女性去食嘅，係啦。咁而佢就覺得啊，香港嘅話，佢下次再嚟咧，即係私底下嚟啦，私底下嚟玩嘅時候咧，都去睇下唔同嘅地方啊，係咪都係咁特別嘅咧？咁樣係啦。咁佢前日去咗啲咩景點？啊，昨日どこへ観光しましたか？昨日はピーク、ザピーク、ザピークっていうところに行ってきました。あ、佢尋日咧就去咗山頂度睇夜景嘅。嗯。其實沒有見到的，所以這個你有沒有想到下次去香港？次は家族と一緒に香港来ますか？そうですね、あのプライベートの時間というか、それこそあの休みの確保ができるんだったら、はい、行きたいなっていうふうに思いますね。やっぱりなかなかお仕事していると長期のお休みっていうのって取れなかったりするので、あの長期のお休みができたらぜひ香港にプライベートで遊びに行きたいなと思います。咁頭先就問到會唔會同屋企人嚟啦，咁佢就話如果有機會嘅就當然上啦。咁而同屋企人嘅時間咧就可以再長少少，因為譬如今次咁樣佢個行程都比較緊迫啦，即係比較 tight。咁所以佢嚟到呢個香港嘅時候咧，佢就可以想慢慢享受翻香港咁樣。唔敢問下佢咧，係咪即係本身都好中意食嘢？即係佢頭先試食嘅時候咧，都有好多好得意嘅表情走咗出嚟。嗯。Okay.さっき試食の時は、ちゃんと表情とかちゃんと出ますね。それで朝比奈さんは自分が食べることが好きですか？食べること大好きです。やっぱりあの美味しいものを食べて生活しているとなんか幸せな気持ちが溢れてくると思うので、やっぱりみんな食べることって好きなんじゃないかなって思いますけどね。係，咁啊非常之中意食嘢啦。咁而佢就覺得喺食嘢嘅時候咧，佢就可以感受到幸福啊。咁所以佢就話啊，其實大家係咪應該都係好中意食嘢嘅咧？咁樣。但係點可以到佢咁靚嘅？でも食べることが好きなんですけど、でもどうやってそのボディシェイプがこんなに美しい。あ、嬉しい、ありがとうございます。まあもちろん食べることも大好きなんですけど、体を動かすことも同時に大好きなので、ジムを行ったりとか、ゴルフとか、結構走ってみたりとか、まあ元々陸上を10年行っていたっていうこともあったので、まあ走ってみたりとかすることがすごく好きですね。はい。咁啊，佢就話到，咁雖然佢好中意食嘢啦，咁但係佢另外一樣好中意嘅就係做運動啦。咁所以咧，佢自己咧其實都有做唔少運動嘅，譬如就係做 gym 啦。跟住或者係打 golf， 咁亦都細個咧應該係有參加過田徑，係啦，咁就係好中意跑步，咁所以就係兩樣嘢佢都覺得好重要，咁而維持呢個咁 fit 嘅秘訣咧就係做運動。咁佢啱之前有個片喺做跳蚤啦，咁嚟緊有咩新作或者有咩新？新作なんか映画とか新作についてちょっと話せますか？難しいんですけど、あの次多分公開されるであろうものでいうと、多分皆さんが見ていただけるものだと、あのバラエティがベースになっているものになるかなというふうに思います。ただ、私が演じさせていただいている役っていうのはあのアクションをあの行っていたりするので、多分皆さんが知ってくださったあのきっかけのアクションっていうのをまた見ることができるんじゃないかなと思いますので、はい、あの公開のタイミングが来たらあのぜひチェックしていただければ嬉しいなと思います。咁佢嚟緊咧都其實有 keep 住有拍電影嘅，咁將來嘅話咧，咁就會有一套就係應該係以綜藝為底，但係咧佢自己擔當嘅角色都係做翻動作嘅女演員。
咁因為始終大家認識佢都係因為動作女演員呢樣嘢啦，咁而所以咧佢就話係啦，應該大家都會有興趣去睇嘅，咁啊，但到時公開嘅時候咧，大家記住去睇啦。咁啊，香港好興拍。香港のアクション映画とか見たことありますか？いや、もちろんありますけど、あの昨日で言うとそれこそあのブルース・リーさんの、銅像があるところに行かせていただいたりとか、やっぱりもう香港といえばっていう有名な方っていうのはすごいたくさんいらっしゃると思うので、あのその、ね、ブルース・リーさんの銅像を見させていただいた時ってなんかすごく感慨深いなというか、なんか自分もチャレンジしてみたいなっていう思うあの分野の一つではありますね。係，咁佢本身就一嚟就好打得啦，咁然後咧就係佢睇香港嘅電影嘅話咧，佢就諗起李小龍，因為其實佢尋日咧係有去呢個星光大道嘅李小龍銅像嗰度去睇嘅，咁佢就話啊望到嘅時候，其實自己都想挑戰下類似嘅嘢。咁啊，即係問下佢會唔會嘗試參與香港嘅動作片咧？即係香港應該都數一數二㗎嘛，喺世界。多啲 ，OK， 唔好意思啊。チャンスがあれば、香港のアクション映画を参加したい。そうですね。あの呼んでいただけるならぜひチャレンジしてみたいなって思います。有機會嘅，當然要試下啦。咁喺度之前，香港嘅 channel Jazz Up 度佢哋今季節目有啲做嘅朋友。呢個唔得，呢個唔太方便 ，sorry。咁有啲咩想合作？香港の芸能人とかアーティストなんですけど、特にコラボしたい。というアーティストが一緒に仕事したいアーティスト、芸能人とかいますか？そうだな、難しい質問ですが、あのまだやっぱりその香港の、 あのこう方でお友達だったりとかっていうのがいないので、これからあのどん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 こう作っていければ私自身もすごく嬉しいなって思いますね。あの香港の方がそれこそ私を知ってくださってるかどうかって全然分からなかったので、今回初めてあの香港に来させていただいて、あのこれをきっかけにあの香港のそれこそ有名な方々とあの一緒にお仕事できる機会っていうのをあの少しずつですけど設けていきたいなというふうに思っております。はい、咁佢本身咧喺香港就唔係識得太多朋友嘅，咁所以佢就話啊，去到講想同邊個合作邊個 artist 嘅話，咁暫時咧就未認識。咁但係佢就話經過今次佢就知道咗啊，原來香港都咁多 fans 中意佢嘅喎，咁就啊有機會嘅話就喺度增加多啲工作機會啦，然之後就再認識下呢度嘅 artist 啊，咁就可以有合作嘅機會啦。山下、山下さんが、おととい、もう来ましたので、まあ、合作は、工作上合作、会不会想同佢合作？再有機會。再び、山下さんと一緒に仕事したいですか？そうですね、ぜひあのタイミングがあれば山下さんと、はい、ご一緒させていただければ嬉しいなと思います。はい、当然是想啦，即係有機會嘅話係絕對想嘅。震撼，係好震撼，或者服裝演得好犀利。咁啊，而家大家有冇？我問咩嘢？sorry 啊。呢個唔係香港，sorry 啊，sorry 啊。香港の男子に対しどう思いますか？香港に対して。香港の男の子。男の子たちはイケメンよくいるのかな。すごいたくさんいらっしゃいますよね。はい、たくさんいらっしゃるイメージが、はい、やっぱりありますね。はい、佢就覺得香港係應該係好多靚仔嘅。應該係我家常便啫。佢覺得香港好多靚仔。你覺得反而靚唔靚仔？邊個唔問？都係嗰個靚仔。咦？今回の旅はちょっと短くて、まあ、時間があればどこ、香港のどこへ行きたいですか？
そうだな、すごい難しいんですけど、今回本当に1泊2日っていう結構弾丸なスケジュールで来させていただいたので、本当にいろんなこう細かくここ行きたいあそこ行きたいっていうのが調べられてない状態なんですよね。なので昨日行かせていただいたやっぱりザ・ピークっていう夜景のところとかは、なんかこう日本の雰囲気と少し似てる部分があったりとか、でも香港らしいとてもいい風景だったので、そこにはやっぱり訪れた時には毎回行きたいなっていう、こう感じる場所でしたね。哦，咁因為其實今次行程都比較短啦，因為大家都知係旋風訪港嘛，咁就其實得住得一晚，咁佢又覺得好唔夠皮嘅，咁然後咧就係佢尋日去過夜景啦，睇即係去山頂嗰度，咁而喺山頂嘅時候咧，咁佢又覺得哦真係好靚，即係雖然同日本有少少相似，但係亦都有啲香港嘅味道喺度，咁所以佢就話啊，譬如夜景咁樣咧，每次嚟佢都想去。今日就今日。ありがとうございます。